今回は、同級生に表レンゲと裏レンゲを打つ予定だったロックリユーについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。同級生に裏レンゲ打つつもりだった元丸が言う。忍びすべ使えません。才能もありません。でも努力の天才です。忍び術使えます。才能もあります。さらに努力の天才で経験も豊富です。第一部のロックリー、努力が天才を上回ることを証明しましょう。矢印角形。二部のナルト、家系、人中力、人見すべゲーです。ええんかこれ。そもそも門開けるのも才能だぞ。江戸天使えんのが悪い。だって天才も努力してるもん。その上影分身で時短する模様。天才、影分身して修行したろ。影分身すれば簡単に経験値稼げるんですけどね。努力の天才ぶち切れていき。師匠が証明してくれたからセーフ。師匠が努力する天才だったのが悪い。師匠は努力した天才でした。落ち。ガイ先生は普通に忍びすべも使える模様。ガイが完全上位互換なのがね。師匠に全てを奪われるってすげえよな。ガイの親父でもできる八門トンコウ。ガイが負けてリーが八門開ける流れだと思ってました。無能なら門ってどこまで開ける？ガイの親父ってずっと下忍びやったんやし、いくつかはいけるよね。ガイ先生が悪いよ。せめてガイ先生とトントンぐらいにならんとリーの勝ちなしや。経絡系の設定はもうちょい惚れたな。ガイのが強いのなんでやの。影分身の術の巻物をこの歯が表に出さないように隠してたのなんでなん。狩猟にも使えて実用性もある超優秀忍び術なんだからもっと広めるべきでは？死ぬから。ナルトは九尾がいるからチャクラの量が膨大で扱えるけど他の奴らじゃチャクラが足りないとかなかったっけ？八門トンコを全部開けるのはリーにやってほしかったわ。ガイ、ワイも努力だけで強くなったからいけるやろ。いや天才だよね君。歴史上最強の体術使いやん。普通にすべも使えるからな。ガイがポジション譲らんから水剣方面も失敗したし。ガイは現役時代はカカシと同じかちょいしたくらいやったがその後もずっと努力してたからカカシよりはるかに強くなってしまったんやろな。ガイも八門開いてマダラと渡り合ってる感じ出してたけど影クラス二人おまけの援護があっても届いてないし全然差あるよな。でも通常マダラならあれ殺せてたやろ。通常マダラでもイザナギあるから多分無理や。リー、一日30時間の鍛錬。ナルト、サクラちゃんとデートしてる間に影分身100体に狩猟させるってばよ。これが現実。このまま1ミリメートルも差が詰まることなく終わった模様。血族がね。弟子もなんか消えたな。こいつよく考えると友達いないよな。成長途中の第3の主人公みたいな扱いからモブに降格された男。最後に活躍したのがサスケ奪還編くらいしか思い出せん。手術からナルトの助っ人に来るまで早すぎていき。八門開門するのリーでよかったよな。ガイが死んで覚醒しちゃいけなかったのか。別に師匠が死ななくても映画それで師匠声は欲しかったな。二部からマジで点々レベルやろ。水剣もっと使えたらよかったのに。アニメスタッフにも明らかに好かれてたのに。ロックが名前でリーが名字だからこいつだけみんなから名字で呼ばれてたんよな。チャクラ管理できないのに水上走れる才能あったやろ。なんでできたんやろな。正直ええ感じのキャラ出しすぎて処理できんかったんやろな。リーじゃんけ書くような万のものには響かんし。もう外でいいよねって絶対なったよね。わざわざ外の父親のエピソード入れるくらいなら外殺してリーが八門開けばよかっただろうに。君マロ戦でガーラに助けられるの残酷やったね。君マロ強すぎたししゃあない。あいつに関しては青年編でも暁レベルのモサヤシ万全ならガーラすら負けてたししゃあない。少なくとも被弾角頭よりは強そう。だるいとか重いとかその辺のようわからんキャラに尺作より戦争でリーとかネジとか活躍させたれよ。師匠が活躍するからセーフ。血筋もないただの一般人にしては頑張ったやろ。港や猿もそうだぞ。猿はちょっと怪しいけど。言うて読者には人気あったろ。なんの力が働いたんだ。師匠が活躍したからセーフ。アニメだと外伝アニメの主役とかもやったしまあまあ扱いはいかった。完全なコメディリリーフやけど。動機多すぎて扱うの無理なんやろ。あいつら一人一人にスポット当てたらワンピ化する。ガイが文字通りリーの上位互換なのが残酷すぎる。努力の限界。ここが最後であとはもうモブとしての描写がほとんどやろ。見切りのタイミングとしては十分適切ちゃうか。こんなん書いてる余裕ないわって判断は正しい。八門開いたら普通は死ぬからしゃあない。ガイ、リーは努力の天才だ。カカシ、影分身して狩猟した後解除すると効率いいぞ。これほんま打足じゃなんで全員それやらねえんだって話。どんなにチャクラなくても少なくとも2倍の効率は得られるのに。
通の影分身だと効果ない、多重影分身だけなんよ。経験値収束はだから近畿になった。バテるからナルト並みの体力ないとぶっ倒れるやん。普通の人は倍疲れて身にならないし、倍早くバテて修行時間減る。多重影分身は禁術指定されとったやろ。なお将来偏見やけど、点々から一方的に離婚突きつけて、リーはまだ別れてない感ある。でも真剣がリー側にありそうな感じは闇を感じない。闇というかメタルが親父っ子なのを知ってて、点々がハイハイ遠巻きでいいよって感じる。離婚させる必要あったか。ガイトキャラかぶってるからしゃあない。激マユ先生が悪いよね。努力キャラの天敵はより長い期間努力したキャラ。初期の謎生きリーの頃の方が良かったよ。あの頃のリーならネジに下に見られてもいつか勝ってやるぜくらいで仲良くやれてそうやし。ロックリー体操くらいしか知らんのよ。蹴り上げ遅くサスケに真似されてたのから嫌な予感してたよね。チャクラないにしても手裏剣とかは使えるやろ。完成形がガイなら十分やろ。作中の時間じゃ足りなかったんや。ガイが命を燃やす理由としてリーがいたけど、リーにとってそういう理由がなかったから、いきなり命かけてもね。結局努力では才能の差を埋めることはできないって言いたかったの？だって才能あるやつも同じくらい努力するし。ガイ先生は忍び術使えるのずるくない？ネジ、現実を見ろ。お前は俺に勝てない。リー、くらえ、裏レンゲー。ネジ、キャー、これが現実。てかネジってめちゃくちゃリーと相性悪いよな。絶対勝てねえやろ。目がいいし接近戦マンやし、むしろリーが勝てんやろ。チャクラ封じるだけの雑魚がどうやって裏レンゲ攻略すんねん。実際一部でリーは勝てない言うてるし、回転して動き止めやなんとでもなるんちゃう。いやそれは裏レンゲ前やろ。裏レンゲはネジを倒すとっておきの技って言ってたやろ。ガイが普通に忍び術使ってるの残酷よな。まあでも実際8門全部開いたら基本死ぬわけやし、7門のまま生活するカカロット式メソッドやればもっと強くなれるんやないか。ガキやったらミカドくらいでヒーヒーやし、7門常時はガイでも無理ちゃうか。だからできたら超強いんじゃねって。ロックリーは努力の天才、ガイ先生は努力の天才で才能もあって忍び術も使えて実務経験も豊富。ガイも忍び術使えないが努力であそこまでなったってなら、師としても目標としても成り立つが、単なる上位互換キャラなのがなんとも。リーが一番活躍したところってどこだったっけ？中忍試験のガーラ戦やろ。中忍試験がピークやろ。しいて言うならサスケ奪還やけど、ガーラの引き立て役やしな。サスケいなくなった直後は劇場版のメインパーティー枠もやったあたり、アニメスタッフには人気あったんやろけど、ガーラ以外ならこいつ余裕で勝てたよな。ネジが表レンゲを習得できなかったという現実。本来大人が厳しい訓練の果てに習得する技やろしな。まああの世代そういう術を当たり前に使える化け物だらけやからピンとこないけど、体術だけじゃ限界あるのは当たり前やな。変化球なしでストレートだけで抑えられると思うなよ。GC のナルトのゲームだと最強やったろ。瞬間移動ヒュー、これで最後です。裏レンゲ、くっそ昔なのにめちゃくちゃ覚えてるわ。体力ゲージ減ってくんよな。リーができることは大体外でやれちゃうからな。中外一族は八門遁甲ぐらい覚えてた方がいいだろ。言うてスピンオフで主役もらってたから恵みまれてた方よな。あくまで原作者の扱い方が下手だっただけで。サスケの体術はシャリンガンでコピーしたリーの体術がベースんだが、ネジよりは強いんじゃないか。ガイの介護官だけど、ガイより強くなるとガイの努力を否定することになるからしゃあない。サソリと戦う時に封印解いた後、忍び解体戦まで何やってたか思い出せん。手まりに速攻ボコされた以降、ろくな出番のない点々さんの方がやべえ。ヨシノとかキバはちゃんとした活躍が一回はあるのに。そもそもナルト世界の体術使いってごく一部除いて、武器も術も使う連中の体術に勝てない程度の弱さだよな。起爆殺のプロになった方が強いからな。八門遁甲とは別のオリジナル技でも開発させてやりゃあよかったのに。なしき占いつながりで六味神かとかええやん。二代目ホカゲ初代の弟、三代目ホカゲ二代目の弟子、四代目ホカゲ三代目の孫弟子、五代目ホカゲ初代の孫、三代目の弟子、六代目ホカゲ四代目の弟子、七代目ホカゲ四代目の息子、六代目の弟子。八代目はコネじゃないぞ。かえって忍び者としては有能やけど、師匠としては無能よな。実は人具の扱いが割とうまい。こういうのワクワクするわ。六門までしか開けなかったよな。てんてんさんは別に強さとか求めるキャラじゃなかったからいいんじゃね。くっそ重たい重り外すシーン好き。ナルトサスケ桜ネジしかまるしのリー長寿騎馬のてんてん日向同期の強さランクってこんな感じでええか。長寿とネジが逆やと思う。ネジリーてんてんは同期じゃない。シノはだいぶしょぼいやろ。カンクロウ相手に干渉できるほどの強さやぞ。強すぎて作者が扱いきれなくて、サスケ奪還編含めて出番削られた。一
引き分けやぞ一応毒食らったから。引き分けなら少なくとも砂の里の住人レベルの強さってことやん。暗示の勘九郎は下忍びだが、実力的には中忍くらいやろうけど二部の話してんのかな。ガイとガイの父親の方が熱いやん。一部ナルトって結構締めっぽい雰囲気なんだよな。でも点々には芭蕉奥義があるから、人造人間編以降のドラゴンボールと同じやな。ガイが成人すぎていまいちリーが輝かないというのもある。ワイがネジなら君に使う予定だった技見せます。言うて裏レンゲ見せられたら引くは殺すつもりやがな。裏レンゲって大体のキャラが食らったらしなん。設定あんまり分かってないがリーはネジ殺すつもりやったんか。ネジは天才だから大丈夫だってばよ。才能に勝ちたいからって同期殺しちゃいかんよね。結局は努力だけやとどうにもならんのよな。作者にすら忘れられたんかね。ネジって生きりまくってたくせに中忍なり損ねるは後輩のひかまるの指揮下に入れられるはダサダサよな。挙句クソ適当に殺されるし、ナルトとヒナタをくっつけるための犠牲になったんや。ビジュアルがいいだけに扱いきれなかったのはもったいなかった。大矢印8門までいけるリー矢印6門までしょぼすぎない？一部の人にはめっちゃ刺さってた印象やな。やからモブカはほんま悲しい。皆さんは、同級生に表レンゲと裏レンゲを打つ予定だったロックリユーについてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。